人生にサプライズをまこなりです。今回は実はあなたを不幸にしている身近な人トップ3を発表していきます。実は身近にいるというところがねポイントです。あなたはその人のことを一緒にいると害がある人だと自覚していないでしょう。むしろねめちゃくちゃいい人だと思っている可能性の方が高いです。一体誰だか気になりますよね。私は過去身近にいる関わってはいけない人という動画を上げて200万再生以上されました。この動画ではみんな薄々気づいてはいるけどなかなかはっきり言えないこと、こういう人とは絶対関わるなという話をして反響を呼びました。今回は薄々どころか全く気づいていないあなたを不幸にしているかもしれない人です。さらにその不幸にしている本人も気づいていません。これからこういう人には気をつけろと言っていくんですけど、聞いた瞬間はねそういう人の何が悪いの、むしろそれっていい人じゃないのって思うでしょう。実はこれから発表する内容に当てはまる全ての人が悪いわけではないんです。掛け算である性質が加わると悪魔に変わります。この動画を見て改めてあなたが良い人間関係を作るきっかけにしてくれると嬉しいです。では行きましょう。実はあなたを不幸にしている身近な人第3位。第3位はたくさんお金を持っている人です。このお金を持っているというのは超大金持ちじゃなくても構いません。相対的に自分よりも稼いでいる人という意味です。そうですね、自分よりも2倍以上稼いでいる人はお金持ちと言えるのではないでしょうか。さてあなたはお金を持っている人が不幸にしていると聞いてどう思いますか。いやいやお前何言ってんだよと、お金を持っている成功者は身近にいた方が絶対いいだろうと思いましたよね。だってお金持ちが近くにいればいいことたくさんあるじゃんと、人生の師匠になる、お金の稼ぎ方を教えてくれる、困った時にお金を貸してくれるかもしれない、自分よりも格上の人こそ近くに置くべきでしょ、自分が普段よく会っている5人の平均が今の自分だって誰かが言ってたぞ。確かに自分よりも優れた人、実力があって結果を出している人を身近に置くこと自体は否定しません。ただしっかりお金を稼いでいるだけなら何も問題ないんですけど、このお金持ちにねある掛け算が加わると途端にデビル化します。その掛け算とは一体何か。お金を稼ぐ力が人間の価値であるという価値観です。分かりやすい言い方をしましょう。お金持ちマウントおじさんです。おじさんじゃなくて女性の場合もあります。こういう人はねお金を稼いでいないお前は人間として未熟だ、生き方が下手だとマウントを取ってきます。お金を稼ぐ力が人間の価値だと信じて疑わない人たちの悪いところはお金を持っていることを見せびら散らかしてくることなんですよ。そういう人の SNS はもう大体大変なことになってます。まず挨拶代わりに飛行場でエアポートおじさん、誰も興味なんてないのにハワイ今年4回目大好き行ってきます、もう日本帰ってこなくていいですよ。豪華なリゾートの写真、ビーチかプールサイドの後ろ姿です。ちゃんといいねつけてあげてくださいね。2時間かけて500枚撮ったうちのベストショットの1枚をあげてますから。国内に戻ったと思ったら予約1年待ちのレストランのお店でパシャリ、誰も求めていない突然のグルメレポーター化、シェフの語ったうんちくを自分の言葉として書くのをやめてくれません。お金持ちマウントおじさんはどうだ、こんなところに行ける力が俺にはあるのですごいだろとも言いたげです。人間ね誰しも承認欲というのはあるんで、こんなところに行ったよという報告を SNS でするのはそこまで悪いことではないと思います。特別な日にあったことをみんなに知ってほしいというのは人間としてはね自然な感情ですよね。ただまるで威嚇するように完全武装するように SNS からプンプンお金持ち臭を漂わせているのは要注意な人です。こういう人が身近にいるとお金持ちから得られる学び以上にお金を稼いでいないことへの劣等感がはるかに上回るようになってしまいます。お金マウントっていうのは本当に強烈です。本来人生なんてね自己満足で幸せに生きていればいいはずだとみんな分かっているのに、お金持ちマウントは人それぞれでいいというあなたの中にあるたくさんの価値観の定義をこっぱみじんに破壊していきます。持っていい人生の価値を測る定義は一つだけ、お金をどれだけ稼いでいるか、それだけです。やはりねお金がたくさんあるといろんなものが買えます。サービスを受けることができます。毎日狭い電車で移動しないといけないところをタクシーで移動できます。ドライバーを雇ってタクシーさえ使わないかもしれません。飛行機も乗りたいだけ乗れて好きなだけ外食して予算を気にせずに旅行に行くことができます。だから幸せってことは全くないんですけど、もう目の前でねまざまざと私はお金があるからこんなことができるぞっていう様子を見せつけられると人間どうしてもねうわーいいな自分ってまだまだだな努力しないとなという執着が湧いてきます。もっと上を目指そうという健全な成長意欲自体はいいんですけど、人生の価値基準がお金だけになっちゃうってところがもうダメなんですよ。お金持ちマウントを取る人に気をつけた方がいいと私が言うのは詐欺まがいのことに巻き込まれるリスクが高いからです。
怪しい商売をやっている人ほどいかにお金を楽に稼ぐことが素晴らしいかを語ります。私は大学生の頃に某有名ネットワークビジネスの集会にうっかりね騙されて参加してしまったことあるんですけど、もうとんでもなかったですよ。もうバキバキのスーツのボスみたいな人がもう登壇してて、もう圧倒的なお金持ち自慢大会、僕は1年の大半をハワイで過ごすんですけどみたいなことを本当に言うんですよ。いかに経済的に豊かをアピールし散らかします。私はそのイベントに行く以前に株や FX をやり込んでいて、お金をね稼いでも面白くないよねっていう価値観にも達していたんで、へえこんな世界があるんだって冷めた感じでしたけどね。いや、あんなに気持ちよくお金持ちマウントかまされたら自分もそういう怪しいビジネスやってみようかな、やる方が正しいんじゃないかなって思ってて引っかかってしまう人多いと思うんですよね。私は真剣にビジネスをやっている経営者の方をたくさんしてます。最近上場したスタートアップの社長も何人もお会いしたことある人ばかりです。これ本当にね、そういう人の中でお金の匂いがする人って一人もいないんですよね。特にテクノロジー系の経営者の方は本当お金の匂いがしないですね。腰が低くて気さくでスマートな人が多いです。物欲もほとんどないんですよ。お金を稼ぐこと、お金を使うことが悪だなんていうつもりは全くないんですけど、私が言いたいのは真っ当にね真剣にビジネスをやっている人はお金持ちマウントなんてしないですよってことです。ただお金でね執着を沸かせるのはマーケティングとしては強力であるということは認めます。私も悪魔の力だと分かっていて人に見てもらうために使っています。年収を言ったり貧乏になるとかね、そういう言葉を使うことはあります。でも私の場合はちょっとドキッとさせてまず見てもらって、そこに本質的な価値ある情報やサービスを提供したいと思って分かってやってます。起業家なんで現実と理想のバランスを取りたいんです。そのバランスが取れてればいいんですけど、もう心の底から稼がないやつはマジでクズだと思ってるようなお金持ちとは悪いことは言わないんで、本当にね関わらない方がいいです。ついついね、うわーこの人ビジネスで成功してこんなにお金を稼いでいてすごいな、自分もこの人の近くにいたらお金を稼げるかもしれないと思ってしまいがちですけど、付き合い続けるのはやめておきましょう。シンプルに不幸になりますよ。実はあなたを不幸にしている身近な人第2位、第2位は仕事ができる人です。ちょっと待った、仕事ができる人は身近に置くべきだろう、たくさん学ぶことがあるんだから、そう思ったでしょう。確かに優秀な仕事仲間が周りにいることはとてもいいことです。ただね、これもある掛け算が加わることで仕事ができる人があなたの人生を苦しめる、不幸にする悪魔に変貌します。それは一体何かというと、あなたと違う強みを持っていることです。例え話をします。ある会社で営業のA さんと、 A さんよりも営業成績がいつもいい同期の B さんがいるとします。 A さんと B さんはライバルでありながら友人同士でもあります。ある日 A さんは B さんと飲みに行って相談をします。おい B、 お前どうやってあんなに営業取ってんだよ、すごいじゃないかよ、俺にもコツ教えてくれ。 B さんは簡単だよと言います。いい質問だな、いいか、営業ってのは勢いがとにかく大事なんだよ。相手に考えさせる間も与えずに商品を買わない理由がないことを納得させるんだ。 B さんはとても社交的な性格で誰にでも明るくその場を盛り上げ話すことができます。初対面でも一切ためらいなく気さくに話せるんで、それを武器にマシンガントークでお客さんから契約を取ることができました。 A さんはなるほどね、マシンガントークで話せばいいのかと納得して、翌日から B さんの真似をするようにしました。 B さんが結果を出しているんだから真似すれば自分も同じように結果を出せるはず。営業では本当の自分よりも明るく振る舞って元気にマシンガントークで話そうと努力しました。努力して明るく話すことで少しは成績は良くなったものの、やはり無理してるんでとても疲れます。一方 A さんはそうしている間にも天性の明るさとトーク力でどんどん結果を出していきます。 A さんはそれからずっと B さんに追いつくことはできず、強烈な劣等感を抱えながら社会人生活を送ることになりました。この話あなたはどう思います？ A さんは一体何がダメだったんでしょうか？これ A さんが失敗したのは、 A さんが違う戦闘スタイルの B さんの真似しようとしたことです。人それぞれ向き不向きがあるんです。向いてないことをやったら終わりです。ゲームで言えば離れて戦う非力な魔法使いなのに大きな剣を持って敵にこう飛びかかるようなもんです。純粋な力のある剣士に勝てるわけありませんよね。例えば A さんは内向的な性格であるならば、マシンガントークを武器にするのではなくて、しっかりとうんうんと話を聞いて相手を理解するコーチングを営業の武器にすべきでした。結果を出せる人間というのは無自覚のうちに残酷な力を持ってます。結果を出していれば全て正当化させることができるんです。結果を出している人を見ると、その人の戦闘スタイルが唯一無二の正解なんだと周りの人は思ってしまうんですよ。だからついつい勘違いして
合わないスタイルを選択してしまうんですよ。特に近くにいる人は影響されやすいです。加えて結果を出している本人もそれが唯一の成功法則だと思い込んでるんで、うまくいっている自分のやり方を自分で否定するって無理ですよね。私のように自分である程度結果を出していても自分のスタイルに合った勝ち方を探求すべきだなんていう人はね、ほとんどいません。あなたは身近にいる結果が出ている人、仕事ができる人から何かを学び取ろうとするでしょう。こんな動画を見ているくらいなんだね。学ぶ意欲のある優秀な人のはずです。ただ重々気をつけてほしいのは、誰かから学ぶときにその一つ一つのやり方が自分のスタイルに合っているのかということです。例えば私であれば、会食に行きまくって経営者友達を作って仕事を取るような、そういう営業スタイルの社長はできません。自分のスタイルに合わないんです。私の場合、人と話すのは疲れてしまいますから。私はそれを自覚したんで、もうそういったことは一切やらないと決めて、飲みに誘われても断って他のことに時間を使ってきました。そのうちの一つが YouTube です。 YouTube で自分が思っていることを自由に言って、そのおかげで夜な夜な会食に行くよりも数十倍、数百倍の成果を上げることができました。自分のスタイルに合っていたんです。あなたがやるべきことは、仕事ができる人を完全に真似することではありません。仕事ができる人を参考にして、あなたの勝てるスタイルを確立させることです。ちなみにこのスタイルを確立するという話は、日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター中竹隆二さんのリーダーシップからフォロワーシップへ、カリスマリーダー不要の組織作りという本がとってもねおすすめなんで、まだ読んでない人もしいればぜひ概要欄のリンクから買って読んでみてください。私はこの本を読んで部下に無理に短所を克服させるのをやめました。では1位の前に一つお知らせです。 YouTube では語れない価値ある話を配信するマコナリインサイドストーリーズが好評配信中です。もっと濃い話を聞きたい方、今なら1週間無料で見ることができます。概要欄のリンクから覗いてみてください。実はあなたを不幸にしている身近な人、第1位、いよいよ第1位来ましたね。第1位はあなたのことが大好きな人です。自分のことを好きで仕方がない人なんてめちゃくちゃ貴重な人じゃん。愛されてるってことなんだから、不幸どころか幸せになっちゃうよと思ったそこのあなた、危険です。私なんかはこういう YouTuber をやっているんでね、ありがたいことにファンですとか、何でもするんで働かせてくださいとか、そういうことを言われることあります。ただ申し訳ないんですが、私のこと大好き感が強い人は強烈に警戒します。私のことを支持してくれて天使の顔に見えるその人も、ある掛け算が加わると一瞬で悪魔に変わるからです。あなたのことをすごく好きな人、周りにいるかもしれません。今はいなくても人生のどっかのタイミングで強烈に好かれることあるでしょう。何も恋愛関係だけじゃありません。仕事仲間でも同じです。強烈に上司を尊敬している後輩とか、かなり危険です。気を良くしていると強烈な裏切りに遭います。あなたの身近にいるあなたを好きな人、その人が悪魔に変わるかもしれません。では悪魔に豹変させるある掛け算とは何だと思いますか？それは他に依存先がないことです。簡単に言えば、もうあなたのことしか目に入ってないって人のことです。こういう人はね、もう本当にかなり危険です。そういう人は強いあなたへの依存状態に陥ってしまう可能性があるからです。依存というのは、言い換えるなら強い期待をしているということです。あなたのことしか考えていない人は次のようなことを考えています。この人なら期待通りにいつも動いてくれるはず、自分を助けてくれる、どんな時も味方でいてくれる、そういう感情がエスカレートしていくとやばい方向に進んでいきます。このやばい方向の方向性としては2つあります。まず1つ目は独占です。これはね、恋愛関係でありがちです。自分だけで独り占めしたい、他の人に時間を使ってほしくない、自分だけを見ていてほしいという感情です。特にここ大事なんですけど、依存関係のバランスが崩れるときは独占欲が湧きやすいんで要注意です。私の周り、なぜか知らないんですけど、離婚する人がめちゃくちゃ多いんですよね。というか、なんか私に近づくと離婚するみたいな法則があるのかと思ったくらいです。まあ私はね、結婚も離婚も幸せとは全く関係ない、ただの国を統治するシステムとしか思っていないんでいいんですけど、離婚が不幸なこととかね、全く思ってないんで、いつも笑い話として聞いてます。一世風靡したお店が時間が経って飽きられて人が来なくなったらどうしますか？撤退するしかないですよね。それと同じです。無理なものは無理。ただ子供がいるとかそういう場合は、子供はね、無関係なんだから責任果たせよって感じです。まあまあこの話は置いといて、面白いのがね、私の周りの離婚に至るパターンがみんな同じでした。大体私の周りで働いてる人っていうのは、うちの会社の仕事がもう楽しくて、というかもう楽しいってことも自覚できないぐらいのめり込んで、パートナーに関心が向かなくなるんです。そうなると相手が寂しくなって束縛しようとするんですよ。それがエスカレートしてメンヘラ化していきます。もうこのパターンがね、もう多すぎです。逆に社内カップルとかだとうまくいくみたいですけど、いやー、同性の男とかでね、もうなんかもうパートナーにもう夢中になって、もう独占しようとするような人を見ると、私みたいなね、仕事が楽しくてもう特定の他人にそんな関心を持ち続けられないような人間からすると、いや、お前どんだけ暇なの、仕事しろって直感的には思っちゃいますけどね。もう一つのやばい方向性は、家
勝手な失望です。これは職場でありがちです。私は過去何度かありました。外から見た私のイメージに過度な幻想を抱いて、めちゃくちゃ尊敬していますみたいな感じで入社します。一緒に働いてみると、理想とのギャップに勝手に一人で苦しんで仕事を辞めていくんです。ひどい時はメンヘラ化してネットに書き込むなんてこともありました。もう今はねそういうことないんですけど、でも冷静にこんな創業経営者の近くで働くってきついに決まってるじゃないですか。求める仕事レベルはかなり高いです。そうじゃないとね、ぬるい仕事をやっててこんなとこまで来れません。でも昔は私がきついよみたいな適切な期待調整が甘かったんですよ。なんで過度に期待をされたんです。感情的になったらダメだと言ってる人も、眠かったりお腹が空いていたらカリカリしていることもありますよ。理想をいつも語っている人も至らないところ、できないことはたくさんあります。あなたもそうですよね。憧れは理解から最も遠い感情だよっていうのは本当です。2つ良い人間関係を築くためにやってほしいことがあります。まず1つ目が、依存先が分散している人と付き合おうということです。公私ともにそうした方がいいです。あなたのことを大好きな人がいるのは素晴らしいことです。人が無条件に誰かを好きだと思う感情は尊いと思います。ただ普段関わるのは依存先が分散している人とだけにしましょう。仕事にのめり込んでいる、自分の趣味に没頭している、家族親戚付き合いを重視している、こういういろんなところに関心があって執着が分散されていてバランスがいい人、こういう人はね、長期にわたって良質な人間関係を築くことができます。人間というのは近づきすぎるとダメなんですよ。結局のところ違う価値観を持った他人なんですから、完全に分かり合おうとすると関係崩壊します。職場であまりにも慕ってくる後輩がいたら意図的に距離を置きましょう。逆に自分があまりにも慕っている人がいたら依存しすぎないようにしましょう。もっと他のことに興味を分散させましょう。あなたのことで頭いっぱいという人は関わらない方がいいです。パートナーが今そういう感じなら悪いことは言いません。本当にね、逃げた方がいいです。もう明日にはキリングマシン化している可能性が非常に高いです。シンプルに刺されますよ。やってほしいこと2つ目は、あなたのことを好きな人に対して、いやもうね、あなたがかかっているもう全ての人に対して自分のダメなところをさらけ出すことです。完璧な人間なんていません。先ほども言ったようにね、誰もが二面性を持ってます。理想を語ってはいるけど、たまに言ってることと違うことをやってる。人には完璧を求めるけど自分も完璧じゃない。メンタル強いと思われているけど時に落ち込んでいる。うどんよりもそばが絶対好きと言っていてもたまにはうどんを食べてる。自分に嘘をついて一貫性のあるいい人であろうと頑張るから、関わる人が過度な期待をするんです。誰もが二面性を持ってます。その事実を無視して人の期待に応え続ける生き方は不幸以外の何者でもありません。自分だけじゃなくて周りの人も不幸になります。ということで、今回も最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。最後に今日の話を復習していくんですが、その前にお知らせです。私の経営するディブリは日本最大級のプログラミングスクール、テックキャンプを運営しています。未経験からプロのエンジニアに確実になって人生を変えたい方、もしくは教養としてプログラミングを学んでテクノロジーに強いビジネスパーソンになりたい方、ぜひ無料カウンセリングに来てください。あとはまだね、いつもこのチャンネルの動画を見ていてチャンネル登録まだしてない方、ぜひ忘れずにチャンネル登録をよろしくお願いします。では今日の話を復習していきましょう。今回は、実はあなたを不幸にしている身近な人という話をしてきました。第3位はお金を持っている人です。お金持ちマウントを取る人には気をつけましょう。詐欺まがいのことに巻き込まれるリスクもあります。第2位は仕事ができる人です。あなたがやるべきことは仕事ができる人を完全に真似することではなくて、仕事ができる人を参考にしてあなたの勝てるスタイルを確立させることです。第1位はあなたのことが大好きな人です。あなたのことが大好きな人はあなたに強く依存している可能性があります。気を良くしていると強烈な裏切りに遭うんで気をつけましょう。キリングマシン化して刺される可能性もあります。おすすめのアクションプランとしては、依存先が分散している人と付き合うこと、関わる全ての人に対して自分のダメなところをさらけ出そうという話をしました。今回の動画いかがだったでしょうか。もし面白かった、良かったなと思ってくださった方は高評価コメントをしていただけると嬉しいです。コメントはいつも目を通しています。この動画は人生でサプライズをテーマに、あなたの人生を変える機会になるような動画を上げていきます。これからも一生懸命動画を作っていきますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。